タリス、ザックレイのあだ名、芸術、ネットの反応集。美の巨人。9つの巨人の10番目。作中唯一曇らなかった男。パラディ島の悪魔。悪魔の末裔。ダハハハ。趣味で国家転覆狙ってたやべえやつ。4年後エレンもドン引きする男。第三勢力。デンジャラス爺さん。NHK の限界。たまたま NHK つけた人ドン引きしてそう。NHK が完成した瞬間。受信料で作られた芸術品。受信料を捧げよ。巨人襲来以来のトラウマ。本当に美しいよ。死後どんどん株が上がる芸術家。ゴッホ。この世界の歴史続いたとしたら最大級の偉人として描かれそう。こいつ語録しか喋んねえな。口開けば名言しか出ない男。歩く構文。ダハハハ、また同じ構文を垂れたな。他のやつはないのか？エルディアのやべえやつ。飛行手。変態性癖ダハハおじさん。ミッキーの次に笑い声でキャラが特定できる男。2000年後の芸術へ。軍力の上位にいて役に立たない上層部を一掃した男。壁内で最も自由に生きた男。唯一自由を手にした男。逆エレン。作中唯一夢を叶えた男。下品すぎる、ライナーの色気を見習え。攻めのザックレイ、守りのライナー。これをしのぐ名画があるらしい。これやるために昇進しまくったってのがやばい。酔っ払った夢を実現した男。エルディア人が悪魔の末裔であることを証明した男。こんなの週一で見せられる民衆もいい迷惑なんだよな。自分で自分の背中を押して希望を見つけた男。進み続けたものだけが見れる光景。社畜が上司にやりたがってること。壁外人類にこの芸術見せれば宣戦布告しなかったのに。王家の血族に復讐した男。なんで作者より尊厳破壊がうまいんだよ。肉体的な苦痛を伴わずに、ここまで人の尊厳踏みにじれる行為が思いつくのはすごいと思う。これ以上の芸術は雑誌に載せられないから、強制退場させた説好き。始祖の雪辱を果たした男。意図せず始祖ユミルの復讐成し遂げてるのくさ。始祖ユミルホイホイ。ユミル娯楽として楽しんでそう。ユミルちゃん変な性癖覚えそう。芸術家同式が合うものがありそう。ユミルニコニコですよ、神。偉そうで偉くない偉ぶってる奴は全員芸術にしたので、王家の血筋は一掃されてユミルちゃんのための復讐も果たした。この時代で動いたのも、ザックレイの芸術見てうっぷんばらししたかったんだな、ユミルも。もし総統が巨人になるとしたら、ユミルちゃんめっちゃ張り切って美形巨人にするだろうな。一人で非ユミルのエルディア人を滅ぼした男。芸術の片手間にユミルの民の復讐を果たした男。ザックレイと天国で芸術トークをするユミルちゃん考えるとすごい和む。ユミルがエレンの次に待ってたやつ。ユミルが道で巨人作るの手伝わせてそう。ユミルポイントをカンストさせた男。このおっさんユミルの意思とか一切関係なくやってるのが面白すぎる。長い歴史の中で誰にもできなかった反逆を実行して成功させてるから、マジで偉人。2000年後の君へ、がエレンとザックレイの二人に向けた言葉だったとはね。ザックレイ総統と豚は、作中で最も自由と言っても過言ではない。エレンに並ぶ進撃の巨人適正者。頭進撃。死ぬまでに一発かましてやるために、何十年も免従腹背できる作中屈指の進撃能。ザックレイが進撃継承してもエレンと同じことしそう。断言できる、座標の力をこの世で2番目に持ってちゃいけねえのはザックレイ、お前だ。座標渡したらユミルと共に世界に反逆を企てそう。
エレン以外で自由のために戦えて、ユミルちゃん救える進撃継承するのにふさわしい奴は？って聞かれたらザックレイ相当だよね。こいつの進撃を継承したら人格乗っ取られそう。地ならし、かっこ展覧会。これは、お前が始めた古典だろ。地ならしよりひどいことしそう。崩れた壁から出てきた大量の芸術が世界に広がっていく。ジークが叫ぶと無垢の芸術が放たれるのだ。とりあえず偉そうな奴は全員逆立ちになる。全人類を芸術作品にしろ。すべての巨人が芸術を追求し始める。エレンと総統は従順な奴隷の血族の突然変異種。こいつが進撃だったら、完全に善意で過去の継承者に変な映像を送りつけまくるからダメ。こいつが進撃を継承してたら歴代の継承者みんな芸術家になってそう。進撃の最終継承者だったら、いついかなる時代も美を求めて進み続けた巨人になりそう。芸術に生き芸術に散った男。最後は自分を芸術にして完成させた男。美しい芸術になっていった。死んだ後も芸術楽しんでそう。残酷な世界で唯一夢を叶えて勝ち逃げできた男。自分自身をも芸術に仕立て上げた男。私自身が芸術となることだ。最後の最後まで芸術に寄り添って死んだ自由の体現者。芸術は爆発だ。岡本太郎。デイダラ。爆発して芸術になるのはまあ、芸術好きのザックレイが合っている。自分自身が偉そうな奴になって芸術として散るとか、最高の死に様だな。晩年は燃え尽きてる感があった。愛する椅子に殺される幸せな最後。自分が芸術作品になれたからか、最後の死体すら笑ってるように見える。マーレ上層部は芸術家にふさわしい連中で溢れてたから、総統にはもうちょっと長生きしてほしかった。あの世の初代王を芸術にしに行った説好き。寄生巨人だけど、初代王を芸術品にするために巨人の力ごと地獄に行った説好き。あの世でフリッツ王を芸術するために、椅子ごとこの世から去った説好き。あの王を芸術にしたら民衆大絶賛しそう。こいつの牙は王にも届き得た。スペードの3。このおじさんが味方だと判明した時の心強さは半端なかったよ。あんたが味方で本当によかった。貴族虐待おじさん。作中で珍しいクリエイター色。人気だけは完全にガビ山先生の計算外だよな。こいつの尊厳破壊はそこらの悪役も低レベルの完成度だ。ピクシス司令が相対的に常識人ポジに押し出されてたのは笑った。公式変人キャラが常識人になるバグ。味方に巨人がいることよりも、芸術家がいることの方がまずいと思われる世界。進撃の巨人のファン層を変えた人。巨大な敵にかっこいいキャラが立ち向かったり、仲間が死んだりするだけの作品じゃないってことを示した。初登場から退場後からも株が上がり続けてる人。目的を達成して勝ち逃げするラスボスみたいなお方。世界一受けたい需要。この世の終わりみたいな作品。誰よりも敵に回したくない男。四六時中大嫌いな連中をどう美しい芸術に仕立てるか考えながら仕事してたら、最高権力まで達した有能。リヴァイが一人で一個余談なら、彼は一人で一個点。思春期特有の、そういう年頃、もちゃんと理解してくれる人。自由で狂った芸術家なのに、思春期に対して理解を示してるの面白すぎるんだよな。思春期にあの椅子の設計図作ってたんじゃね。兵団内で誰一人として彼の、美、への追求と芸術作品の奥深さを理解してくれなかったあたり、芸術家は孤独だ。誰しも考えるムカつく上司への復讐を大義名分付きでやれるってなったら、そりゃ楽しいしテンションも上がるよ。ストーリー自体にはそんなに絡んでないんだけど、世界の構造の革新企画で勝手に芸術してたのがすごい。
ちょい役の芸術家がこの作品に落とした影がでかすぎる。あんな少ない登場回数に短いセリフだけで読者の心をわしづかみだよ。その総統はいかなる時も芸術を求めて進み続けた、なわ。